株式会社フェローテックホールディングスの中期経営目標をご説明します。こちらが重要な経営指標となる KPI です。新3カ年中期計画の最終年度である22年3月期の目標として、売上高1250億円、営業利益125億円、営業利益率 10% 超を掲げております。これは今後3年間の売上高と営業利益目標の推移です。これはセグメント別売上高の目標です。半導体マテリアル製品の強化により、半導体等装置関連事業が伸長する見込みです。太陽電池事業は21年3月期以降撤退する方針です。これは新中期経営目標の骨子となる指標です。製品戦略としては、事業ポートフォリオを改善していくために、好調な半導体関連製品にリソースを注ぎつつ、ストックビジネスや自動車分野を強化していきます。また株主還元につきましては、業績の向上に伴い増配を検討していきます。製品戦略につきましては、好調な半導体マテリアルを中心に4つの事業に注力し、売上増を目指します。ウェーハ事業では、中口径8インチの量産化により、最終年度売上高 289% 増を見込んでいます。このウェーハ事業については、次期3カ年は先行投資をする収益化に向けた立ち上げの期間と捉えています。これに対し、着実に収益が期待できる製品として、半導体マテリアル製品群と洗浄ビジネス、およびパワー半導体 DCB 基盤が挙げられます。これらはウェーハ事業の成長を下支えします。半導体マテリアル製品は最終年度で売上高 33% 増を見込んでいます。また洗浄ビジネスを強化し、3年後には 145% の増収を目指します。パワー半導体 DCB 基盤も期待できる製品で、3年後には 255% の増収を目指します。設備投資につきましては、大口径ウェーハの導入が集中する20年3月期をピークと予定しています。財務指標の目標は以上の通りです。